こんにちは。はい。毎日投稿24日目になりました。正直に言おうぜ、うん、おサブのストックがねえってことは。だいぶ前からないよ。言わなきゃいけないことがある。はい。何？と別れた。え？おととい。おととい。おととい。ガチ。ガチ。え？ガチ？ガチ。え？嘘でしょ？ガチガチ。え、俺動画回った時に言おうと思って。あ、マジで？え、なんで？聞いてた？え、聞いてない。ガチガチ。なんで？なんでってのはなんか、そう思い空気やめてくる。あ、いやいやいや、何してたんだっけと思って。タクも起きたよ。まあすごい複雑だよね。なんかあって、うん、あ、まあ、別れるみたいななんじゃないし、うんうん、まあ簡単に言うと、なんだろうね、まあ YouTube が原因だね。ああ、うん、まあまあまあ、いろいろあったな、今まで。まあ今までいろいろあったからね。うん、まあ持ち帰り企画とかもいろいろあって、うん、で、動画の内容とかもいろいろあって、うん、まあ彼女寛容だねっていう意見もあれば、うん、まあ彼女かわいそうとか言って、うんうん、俺が最低の彼氏みたいな意見もあったけど、うんうんうん、まあそれはまああくまで表面上の話なわけで、うん、裏ではすごいこういうのやってもいいお願いとか言ってたりとかあったね。うん、今は本当に数字取りたいから、うん、こういうのやっていいとかいう、そういう話し合いがあったわけ、うん、彼女も普通の女の子だから、うん、別に特別心が広いとかじゃないし、うんうん、ただまあ我慢させちゃってたとこもあって、うん、お互い友達は多いわけよね、うん、リアルで、うん、で周りのやつからのこうリアクションとかも、俺がどんどん有名になればなるほどどんどん多くなっていって、うん、例えば俺が動画でちょっとガールズバーに行ったって話すとか、うん、そういうの彼氏としてよろしくないこと、うん、一般的に見てよろしくないでしょっていうことを言うと、うん、LINE が 20人から来るみたいな、あ、うん、状態になってしまって、うん、彼氏あんなこと言ってたよみたいな。そうそうそう、うん、とかもう全員が知ってるわけじゃないよ。だから徐々に、うん、あの子の彼氏エビスシャップの藤だったんだってこう、うん、徐々にこう噂になって、あ、で、だからもうまだ知らない人もいて、だからこれからどんどん増えていくだろうっていうあって、で、そのたびになんかこう話し合いで、うん、俺もごめんねごめんねって言うけど、うん、かといってこう森山圭介が、うん、こう YouTube で好き放題やってる中、俺だけこう貧困法制な彼氏として、うん、常にその彼女と彼女の友達に見られてる俺としているわけにもいかないっていうか、うんうんうん、難しい。ああ、それで話し合って別れたってこと？うん、そう、話し合ってっていうかもうやっぱあっちの限界っていうか。ああ、うん、マジか、マジか。まあ俺はまだ好きだからさ、うん、俺らがディオリ系 YouTuber になったらやり直そうっていうかもしれないし。ああ、うん、やばいね、マジか。ちょっとマジかしか言えない、マジかしか言えない。急だなとは思わないけど、うん、うん、いろいろ向こうが溜め込んでるの知ってたし、うん、まあそうだね、うん、俺もなんかね、うん、そう、そうした方がいいんじゃねえかとも思い始めてたから、うん、どっちも取るっていうのがなかなか難しかったな、うん、あ、まあ、普通の人はさ、うん、結構彼女いること隠すじゃん、 YouTuber とか、うん、それはまあそういうなんて言うんだろう、周りからのさ、うん、あの垂れ込みとかも増えるし、うん、なんかいろいろなリスクを回避するために多分隠してんだけど、お前はまあ最初から出してたからさ、うん、限界が来てしまったと。まあ隠す理由わかるわ。わかるよね、うん、視聴者からこう、なんかまず演者として動画のコンテンツとしてやってることを本当にそういうやつだと思われる、うん、いつもそういうプライベートでもそういうことをしてるやつだと思われる、うん、で、人間性をこう否定されるみたいなストレス、まず1、うん、最低ですね、最低な彼氏です、うん、確かに DM で嫉妬みたいな、うんうん、来るわけよね。サッチャー嫉妬みたいな、うんうん、汚
て、まあ、察知して、まあ、それ1、まあ、まあ我慢できるレベル、うん、でもあその彼女のプライベートの友達からの彼女へのストレス、うん、もうなんかするたびに LINE 止まんない、うん、電話止まんない、うん、なんであんなやつと付き合ってんの、うん、基本的に別れさせたやつなんだけど、うん、なんであんなやつと付き合ってんの、うん、なんだかなんだかみたいな、うん、で2人の関係もちょっと悪くなるわけね、うん、やっぱストレスが溜まってっちゃうわけだから、うん、どっちが悪いとかどっちも悪くないからこそ、うん、この2人では話し合いは完結してるのに、うん、外からのストレスでこう、うん、2人のこう楽しい時間も減ってっちゃうっていうか、うん、そうだね、まあ、大体さ結構カップルが別れる時ってさ、うん、外からの、あれって結構でかいじゃん、うん、その一般人でもね、うん、YouTuber はそれがマジででかい人より多いからさ、うん、そのカップルであることを知ってる人とかも、うん、だからその分なんかやりづらいよね、うん、そうだね、もう俺は結婚するって決めてたんだけど、うん、今は YouTube を全部捨てて、うん、安定した生活を取るっていうことはできなかった。ああ、そうか、うん、まだそのスコラーみたいなのやって、うん、世間を沸かせたいなっていうのが強い、うん、まあ、そうね、うん、難しいな、これなな結構な期間悩んだね、悩んだし、うん、まあ、彼女もめちゃめちゃ悩ませてしまったことである、うん、まあね、だからリアルでいることの弊害っていうのもあるわけ、うん、そうだね、例えばキングラビッツの野球拳とかさ、あ、うん、俺はじゃんけんする側でいたわけなく、うん、脱がす側じゃないし、俺も脱がないし、うん、でもこうじゃんけんしてさ、うん、勝ったらさ、うわーって喜ぶんでしょ、まあ、それは人によってはさ、うん、すごいおっぱいが見たい男に見えるでしょ、うん、でも、俺はおっぱい見たい見たくないに関わらず、うん、演者としては喜ぶわけじゃん、うん、だから、それであの男、うん、いや、あんな、なんか変なのクズだみたいなこと言われても困るみたいなこと、鼻じたらしとったね、鼻じたらしてたとか、ね、そうだから、うん、俺らはその今後彼女できても言わないかもしれない、うん、まあそうだね、絶対言う、リアルでいるって俺は言ってたけど、うん、言わないかもしれない、それはごめん、うんうん、会った時に聞いてくれたら言う、うん、何個も実は動画消してるんよね、うん、そうだね、さらっと消してるやつある、うん、これ彼女的にそう、傷つけてしまったのでっていう理由で消してる動画もあるよね、うん、長きにわたってこう考えたり話し合ったりいろいろ対策したり、うん、持ち帰り企画やめたのの理由も結構それだし、うん、なんか俺がやんなくなった途中から持ち帰り企画一切やんなくなったのも理由はそれだし、うん、まあいろいろね頑張ったけど、うん、最後限界来てしまった、うん、ということです。どうたく、いや、ね、驚きですね。驚きですか、彼女できたの、まあ、ここで言う彼女できた、もうできたタクに彼女ができました。同じ目見るな、タクは大丈夫か、うん、これ飲みこそ、どんな動画どんな動画なんて、まあ、報告動画っていうのかな、うん、あんないい子いないんだよ、もうそうだよな、本当に見たことないね、もういないんだよね、もういない、こんだけ遊んできていなかったからさ、うん、だからもう俺はダメなのかもしれない、死ぬまでウォーキングおちんちんか、まあ、歩くちんか、ドーファン、白金のドーファン40万渡して港区女子とやるのか寂しい男です、うん、まあ、逆に言えば視聴者からしたらね、稼が外れた面白い富士が見れるかもしれないっていう、うん、プラスな面も一応あるわけだからさ、そうここを乗り越えてさ、まあ、一回落ち着こうや、うん、俺バチバチ引きずってっか、うん、知ってるよ、それはそうだろ、まだ変わんない俺はまあ、一回スコラ出し切ってね、うん、うん、富士の療養期間に入りましょう。はい、たく、おめでとう。ありがとう、森山、髪切ったね。
竹内さん、また浮気してます。以上です。ありがとうございました。